マシキ熊本空港インターチェンジは、熊本県上マシキ部マシキ町の九州自動車道のインターチェンジである。熊本空港や熊本県庁、水前寺方面へ向かう場合に便利であるほか、田原山トンネル経由で高森町方面へ向かうことも可能。開発インターチェンジとして整備され1999年3月24日、開通。高速バスなどでは、 単に、マシキインターと案内され、地元でも、マシキインターといえば通じることが多い。インターチェンジ内外に高速バス専用のバス停は、内が、東インターに面した、県道36号の上り線インター入り口手前、および下り線インター出口先に、それぞれ100メートルほど離れた場所に、マシキインター口停留所が設けられている。九州参考バスのグランメッセ。 空港方面へ向かう一般路線バスや空港リムジンバス、阿蘇、高森方面を経由して、大分、延岡方面へ向かう快速バスや特急バス、九州道経由の県外各地へ向かう高速バスなど、多くの路線が停車しており、空港方面と他県あるいは他県と他県とをつなぐアクセスポイントとして乗り換えの利便性が図られている。一般路線バスと、 高森駅快速バス以外はいずれも、熊本市内方面との相互利用は不可。ちなみに、宮崎、鹿児島方面には、九州道内に、マシキバスストップが、東インター開通前から存在し、以前はこちらに対しては単に、マシキと呼称されていたが、東バス停開設後は混同防止のためこちらは、高速マシキと案内されている。なお、乗り継ぎ客以外にも、 周辺地域住民などへのバス利用促進に向けた取り組みとして、バス停から徒歩3分ほどの敷地にパークライドも整備されている。停車する路線は以下の通り。以下、ないは運行会社。ありがとうございます。